ひぎちゃん、兄弟なんですね。ひぎちゃん。4月7日生まれ、もう2年過ぎてる。で、脱毛頭から出血に近いしとか、そういう元気や性格が分かり、今日かも。で、手からご飯は食べる。そうか、2歳過ぎてるんですね。はい。わかりました。今日おばあちゃんです。ちょっと、どうかな、大丈夫かな、知らない人だったすごい、捕まえれたことない捕まえてはいいけど、ただ手に入れて体重測ったことあります？あ、はい、昨日も測って22でした。一緒ですね。あんまりも捕まられたことないってね。うん、そこ触ろう。本当だ。ちょっとできるんですけど。このてっぺんがさ、こういうふうに脱毛してるのは、うん。1ヶ月、2ヶ月。ちょっと前から。ちょっと薄いかなと思って、うん。で、じゃあ今の方が進んでます。でも何？1週間前と戻ってます。戻って向けみたいな、ちょっと繰り返してた。繰り返してる。どうした？本当だ、どうしたの？大丈夫、考えてる。どうしたの？やめて。どうしたの？知らないわけだからね。びっくりしてるのか。そうか、おしっこしちゃった。あ、おしっこしちゃった。いや、いいですよ。さあ、無理に持つと危ないね。うん、これね、もう一人の子も薄いんです。あの、別々のカゴですか、一緒のカゴですか。別々のカゴ。別で暮らしてます。買ってるのは、いっぱいいるんだ。あ、もめちゃいました。今いるのは、この2匹だけ。あの最初は2人で小さい頃暮らしてたんですけど、キキの方がラナを噛んで血だけになっちゃったので、うん、結構そうなんだよね。別々で今のさ、この呼吸の仕方、はい、まあ、ちょっと興奮してるせいもあるかもしれないし、けど、うん、かなり早いですよ、うんうん、こういう早い子は、うん、まあ、年齢も言ってるから、例えば心臓系がね、ちょっと弱ってきてるとかね、うん、でそういう子無理に押さえると危ないから、うん、分かりました。そのスキンケアのポイントがないのではあるか、まずその軽い治療をしましょうかね、うん、で、このティーツリーオイルっていう、まあ、これスプレーで書いてあるけど、あの天眼瓶で出しますけど、はい、あの木の油、オーストラリアのミュージアムの人が何かな、怪我したりとか失業したりなったりしたら、あの木の油に使うんですよね、うん、そこから作られたもの、まあ、このでかいのが出しますから、そうなんですけど、うん、これをちょっとお CC の天眼瓶に入れます。つけれるかな、はい、あ、ちょっとやるのかな、はい、だからもう一個はあの保湿剤、これは保湿剤、うん、では皮膚のバリア、保湿、皮膚のバリア機能がある、うん、こんな風に、これもしかしたらさ、ああいう風に円形脱毛してるじゃないですか、はい、まあ、いろんな借りがあります、ここ。そうですね、頭だけじゃなくて、まあ、普通に毛袋に入ってたりとか、他に毛の薄いところは、そんなるところはないね。この子はね、尻尾が出血、うん、してないんですか、一回だけのペーパーと傷にくっついてたんですよね、そう、先週あった、ごめんなさい、ごめんなさい、やっぱダメだ、もうすぐはちょっと怖いわ、この子、はい、じゃあまず出血ね、尻尾の、これはね、もしかしたらね、脱毛症ってさ、まあ、いろんな原因があるんですよ。ただ、あの皮膚の歯状菌症、皮膚歯状菌症といって、カビが絡んでるかもしれない。はい、
で、天眼、中田さん、気ぃ付けてほしいを天眼瓶で用意して、が、まあ、他にもあります。で、あとこの尻尾の出血はもしかしたら、陰部から出てるかもしれない。女の子ですよね、この子。陰部からもし出血してるんだったら、子宮の病気の可能性が高い。子宮の病気っていうと、で出血してくるというと、子宮内膜症とかね。これの場合、出血はもう結構出るんですか？その子の状況によりますね。たまに出る場合もあるか、もっとひどくなってくると、子宮の蓄膿症、耳がたまに、これになっちゃう子が湧いておりますね。だから、あと、子宮のがん、治療、など、いろんな可能性があります。で、そういってこれ、区別するのはなかなか難しいからさ、一般状態を観察しながら、ちょっと治療的診断してみましょう。自主はもう1年半すぐ出る子は、外科の対象にはならないからさ、手術したらもうそんな死んじゃう可能性があるんで、手術はできないと思います。で、まあ、受付でもちょっと聞いたかもしれませんけど、ちっちゃんね。体重をとにかく毎日測る。それから部屋をちょっと清潔にしてほしいんですよ、皮膚病のある子の場合は。だから、ちょっと、例えば多分床に目いっぱいこれが引いてあるでしょ、この床のワンコーナーだけね、チップにしてもらってね。チップ、あ、木のチップ、木のチップ、これ硬いチップ、これ2つ作ってて、この紙の、あ、これと、これと、あと切ってて、一応これが、おっしゃるとおりその一通り敷いてあって、でこれは新しくちょっとこれがダメなのかなと思ったので、新しく導入してちょっとお試しで今ワンコーナーにみたいな。なるほどね。こういうのもさ、要はまあでもなんとかアレルギーって感じはなさそうなんだけど。あ、そうなんですね。違うんですね。そう、上手とこの辺がさ、赤くなってきて毛が抜けてくるし、結構かゆいですね、アレルギーだったら。で、ここはペーパー、じゃあここはチップか、どっちか、で、あの1日2回全部消毒会してほしい。1日2回朝と夜と消毒会して、でその時にうんちが何個出てるか見てください、前の晩から朝まで、朝から要するにうんちが24時間何個出てるかなっていうのを見てほしいんですよ。と体重、これは一般状態の観察で一番大事だから、まあ、元気はあるんですかね。元気あります、じゃあ100で100もある。若い時ほどは感じない。あんまりなんか、比べたら寝てる時間はちょっと多いのかな。まあじゃあ80ぐらいにしておきましょう。それで、あとおしっこは、まあおしっこは出てるかどうかね、ですけどね、出てるかどうか。体重とうんち。で、うんち何個出ると思います？24時間で。24時間で？30個くらい。100個くらい出ます。多分、これ出ます。100個くらい。それね。基準に考えてる。まあ60から100と思ってください。はい。それからあとこの子の環境ね、いる場所の温度と湿度、もうちょっと観察。これは毎日なくてもいいから温度差が知りたいんで、朝一番と昼過ぎと25。だからエアコンの設定温度が仮に25だとして、この子のいる場所が何度なのかも見てほしい。あそこに。あ、置いてあります。置いてあります。じゃあ、この温度湿度を、じゃあ、その時間ごとに一度、25で何パーセントぐらいの湿度があるか。記録しながら、そう。で、あるいは用意してもらってもね。で、まず先に観察してもらおうかな。それでちょっと概要のこの液体を出します。これに関してはさ、お薬を飲ませたいんだけど、先にちょっと何日間か観察してください。それから、あの薬、例えば抗生剤とか消炎鎮痛剤とか、その他この他の必要なものを作り出すと思います。まずはちょっと概要だけつけて観察、それからあとこの場であとやれることはね、ちょっと今から1分間だけ近赤外線という赤い光を当てます。でこれは
もともと人間の治療器で、ね、慢性疼痛、首が痛い、腰が痛い、関節が痛い、そういうところに当てて血流を良くして炎症を進めて痛みを和らげる、疾患、まあ、まさしく脱毛症とか皮膚炎とか皮膚の解除とか傷とか、そういうところにあって、それをちょっとこれは痛くないから、60の1点で2つにしようか、で追っかけないと頭、それで上から全体的で。じゃあ